の社長です。このチャンネルはトラクターとか農業のことやってます。もし興味の方あればぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あとツイッターインスタやってますので概要欄の方覗いてみていただけると嬉しいです。今回なんですけども、はい、僕たちですねついにこの第一倉庫の方にですねシャッターを取り付けました。イエイ。今まではね後でお見せするんですけどカーテンのようなものでね塞いで蓋をしていたんですけども今回から電動シャッターがついたということで人力でねいちいち閉めたりする手間もなく風とかもねほとんど入ってくることがないとても素晴らしい状態になっております。今日はシャッターをね紹介しながらね動画の方進めていきたいと思いますのでもしね農家の皆さんも自分の倉庫とか何かね車両を閉まっているところにねシャッターとかを検討されている方はね最後までご覧いただければ嬉しいと思います。じゃあねやっていきたいと思います。 SN ファーマーズです。はい、ちょっとね中の方来たんですけどもここにねこのようなねスイッチがあるんですね。反対側にもあるんですけどもこのねスイッチで開閉を行うことになってます。上から開ける、停止、下げる、はい、このような感じになってます。じゃあね早速ね開けてみたいと思います。押しますよ。早くよ。ありゃ今ねこうやって押すボタンを押せばねゆっくりね開いていくんですけども途中でねこの停止ボタンをね押しますとはい、まあ当たり前かもしれないけど途中でねシャッターの動きを止めるということもできますね。地味に便利だよね、うん、全部開けたくない時とかあるからね。そうそうそう出る時だけとか、ね、はい、じゃあねまた開けていきたいと思います。遅いな。遅いな。はい、ちょっとね遅いんですけどこんな感じでね開くんですよ。まあ便利ですよね。で今まではですねこれカーテンね使ってたんですけどここね皆さんご存知の通りね風が強いんですよ。なので、ガタガタいってねこのようにカーテンがねもう何回修復してもね穴開いてしょうがなかったんですよね。なのでシャッターすごくね感動しております。反対側も一応お見せしておきたいと思います。まあさっきとね反対側は一緒ですね。こっちも同じようなものがついてましてこれで開けるという感じになってますね。こっちもちょっと開けてみます。はい、で開閉の方法をね手元のスイッチでねやる方法をねさっき紹介したんですけどもこんな感じのねリモコンもあるんですよ。なのでこのねリモコンを使うことによっても開閉がねできるのでこのリモコンをね何か車両とかにつけておけば外からね来た時にその車両の中から開けてね入るってこともできますね。ちょっとリモコンもねやってみたいと思います。このねオンというねスイッチがあるのでこれを押してから閉じるとそうするとこのようにねシャッターが閉じてくるというわけですね。あとは停止を押せばこちら側も止まるという感じになっております。これがね左右分ですね。こちら側も同じようにリモコンで操作できますね。いやーめっちゃ便利だね。めっちゃ便利だねこれもう魔法使いになった気分だよ。おい、オンしばらくすると消えるらしいので。何？あじゃあオンねもう一回押してね。はい。ほら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 。魔力を感じるよ。はい。あれ。はい。結構オン消えるの早いけど、まあね普段はそんなにねいっぱい操作することないんでね大丈夫ですね。はい。開閉についてはこのような感じですね。SN ファーマーズです。で、僕もねこれ取り付けるときに初めて知ったんですけどねこれね今までは真ん中にこの柱がなかったんですよ。でシャッターってある程度脇のね幅の長さ決まってるみたいなんですよね。あまりにも広くなっちゃうと付けれないっていうことで間にね柱立てて2つに区切ってね取り付けることになったんですけどもなんとねこの危ないところにね柱ついて絶対いつかやりますから皆さんねこれからこの柱がねボコってしてきたらあいつやったんだなと思っていただいて間違いないと思いますんで最初に申告しておきますからね。このね倉庫の形なんですけど見てわかるかな、わかりにくかったらすいません。
右と左でね高さが違うんですよ。右の方がね若干低くなってまして、左の方がね高くなってるんですね。ちょっとね散らかってるんですけども、シャッターが高い方ですね、高い方の方に乾燥機をねいっぱい設置してるんですね。なのでこのね低い方に乾燥したそばの種を下ろしたり積み込んだりするときに、こちら側にユニックをですね入れたいわけなんですよ。そこでね問題が出てくるんですけども、ここねここに煽りがぶつからないかがすごい心配なんですけど、設計上はぶつからないはずなんですよ。でも試したことないんでね、今日はねちょっとここにね今からユニックを入れてみて、果たしてシャッターが完璧に機能できるかっていうのをね立てた後にちょっと、やってみたいなと思って、今日はねここにユニックの方入れてみたいと思います。じゃあね僕やっちゃうんで、多分ねやっちゃうんでって結構危ないよねこのセンターに柱っていうのは。そうそれこっからはね農場長にねユニック入れてもらおうかな了解しました、じゃあやっていきたいと思います。 SN ファーマーズです。はい、ここですね、ここ。これがね、ちょっと待ってね、ストップね、ゆっくりね。ゆっくりね。おらーい、おらーい。おらーい、大丈夫だよ、大丈夫。ストップ、ちょっと待ってね。オッケー。おらーい、おらーい。よし、そのまま来る。いや、さすがだね。いや、まあ普通でしょてか、ギリギリだった。めっちゃギリギリだったよ多分ね、10センチあるかな。あ、ほんとギリギリだね。うん、だからやるよ、俺はやるって。いや、こっちは大丈夫でしょいや、ちょっと伝わるかな。ここのね、ここの間のことですよ。ここの間がね、多分40センチってところ。そうだね、やるよこれははい、まあ何はともあれね、ユニックは入りそうですね。入りそうですね。ちょっと格納状態お見せしたいと思います。 SN ファーマーズです。はい、ですね、今ね無事ねユニックが僕の運転によってね入りましたので。違うはい、でねこっちにね、さっき言った乾燥機あるんですね。夏場そばの種をここでこう出したやつをリフとかなんかで、まあ、ここにつけれればね、そのまま揚げれそうですよね。去年はね外でやったけど、ここでもできそうっちゃできそうだよね。屋根かかってるところでできる方がいいもんね。なんならシャッター閉じてね、風強い日でもできる。そうなので設計上は問題なかったということで、素晴らしいシャッターがつけれたかなと思いました。はい、でね、シャッターはこんな感じで素晴らしいものがついたんですけども、僕ねちょっとだけ気になることがあるんですよ。はい、皆さん映画見ます？いや、そりゃ見るでしょ。見ますよね迫り来る危機からね走ってこう主人公がね、まあ、火災かなんかで逃げてきます。爆発からね逃げてきますと、はいはいはい、そしたらさ、よくこうもう少しで閉じそうな、ね、何か扉がこう閉まってきてるようなシーンあると思うんですよ。はいはいはい、で主人公がそこにこう走ってって、かっこよくこうスライディングとか決めてね、扉の間とかをねスッと抜けていくシーンあると思うんですよ。はい、あれってできるのかなってなんとも変な考えがするよね。あれってできるのかなって思っちゃったんで、僕ちょっとそれやってみたいなと思いますまさかのシャッターで遊ぶ、題してね、危機一髪シャッターの、ね、間をくぐり抜けられるかゲームということでねやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。SN ファーマーズです。はい、ちょっとね簡単にね、あの自己防衛のものを設置したんですけども、意味わかりますよね皆さん。でね、だいたいショベルがねあるところぐらいに立ってね、そこから僕全力疾走で走ってきますから、果たしてねかっこよくね、あの映画のように決めれるかっていうところをね皆様にお見せして、今日の動画の締めとしたいと思います。はいはい、準備が整いましたじゃあ参りますよ。はい、3、2、1、ゴー！あー！
どうよ、ちょっと余裕じゃない？なんだ、全然余裕だよ。余裕じゃん。まだまだいけるね。まだまだいけんじゃん。どうする、設定はこんぐらい？もうちょっと上げとく？いやいやいや、これでいくよ。これでいく？これでいくよ、まだまだいけるよ。ちょっと怖いんだけどな。はい、じゃあ行きますよ。はい、3、2、1、GO。 見たか。結構ギリチョンだったね。やばい。やばいね。いけっかな。これ？これは無理だと思うけどな。ちょっとさ、こっからでしょうか。行きますか。はい。行くよ。よっしゃ。3、2、1。ああ。今のでもう結構ギリだったね。決まった。本当に今スレスレだったよ。何をやってんだって感じだけど。負傷した。ちょっと労災なんで今日は帰りたいと思います。SN ファーマーズです。はい、いかがでしたでしょうか。たまにはね、 YouTuber らしくね、体を張ってみたんですけども、こんなね趣旨の動画じゃないんですよ。シャッターは素晴らしいということをね、皆様に伝えたくてこの動画を作りました。やっぱりね、自分のね機械をね倉庫に入れたくなりますよね。その時にシャッターなどがあればね、大切な機械をさらにね、風やホコリ、吹き抜けだとね入ってくる雪や雨などからもね守れますから、このようなねシャッターつけたいなと思っている方はね、おすすめなので検討してみてはいかがでしょうか。じゃあね、今回の動画はこれで以上にしたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録、あと高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。